オレンジニュースです最新のニュースを視聴者の皆さんに分かりやすくギ宜野湾沖合に揺れるサンゴのごとく美しくきらびやかにお伝えしていきます山子さん いよいよ2021年も終わりますがこの1年印象的な出来事はありまししたでしょうかそうですねこの1年印象的な出来事はマスターズで優勝した松山英樹選手全米オープンで優勝した笹生優花選手オリンピックで銀メダルを獲得した稲見萌寧選手のねこの まあ他にもいろいろトピックありますけども日本のゴルフ界が目まぐるしい活躍を世界中に届けた一年になったんじゃないでしょうかさてもう一方今回もこの方にお越しいただいておりますゲストコメンテータータ漆黒洋さんよろししくお願い,いたします。 本日のニュースです。平均年齢36.8歳、ロックバンドオレンジレンジは結成21周年の角出を祝い、5月14日、15日の2日にわたって、ピアアリーナ MM で開催されるスーパーウルトラチュラチュラカーニバルのプレ公演として、オレンジレンジ21周年、ロードトゥースーパーウルトラチュラチュラカーニバルの 開催が決定しましたチケット一般発売に先駆けてレンジエイド会員限定でチケット最速先行受付がスタートしますこのニュースピアアリーナに行けないって各地のファンの方にはとても嬉しいニュースですねですね先日のレイザーラモン RG さん出演の告知の印象的なニュースの 続報発表ということになりますね。ひろきさん、そう、それなんですが、私もオレンジレンジあるある行ってもいいですかちょちょっと開始がよくわからないんですが、それはどういう意味なんでしょうかいや、私もオレンジレンジあるあるある,あるなあ早くいいた。ひさん、このニュースいかがでしょうかスーパーウルトラチュラチュラカーニバー え、え、声違うまさにレンジは一日にしてならずですねお時間ですそれではオレンジニュースまた次回お会いしましょうさようなら